ケインは、アメリカ合衆国のプロレスラー、政治家。スペイントレフォンであるドス生まれ、テネシー州ナッシュビル育ち。WWE 所属。テネシー州ノックス軍軍長。赤い処刑マシーン、赤い怪物、悪魔が信頼を寄せる怪物の異名を持つ。また、自身の熱狂的なファンを、ケーネナイツという、ボリスマレンコに支持し、1992年にデビュー。 日本へは、マレンコ道場と関係の深かった藤原組に、本名で数度来日している。地元のテネシー地区を、主戦場に、メンフィスのアスは、ノックスビルの SMW などを転戦。SMW では、ユナボムを、リングネームに、アルスノートのコンビで、タック王座を保持していた。1993年3月 WCW に、ブルーザー・マスティノの、リングネームで登場。 スティングと対戦した。1995年、歯科医師ギミックのアイザック・ヤンカム DDS として、WWF に登場。同年8月27日のサマー,アースラムで、ブレッドハートとも対戦するがすぐにフェードアウト。翌1996年9月、WCW に引き抜かれたケビン・ナッシュのギミックを、次、二代目ディーゼルに変身するが、ファンの不評を買い、続けて、フェードアウトした。 1997年に、現在のリングネームであるケインとなった。ケインは、ジアンダーテイカーのイフテイとして登場し、またアニテイカーの母親が、ベアーラート浮気をしたことで、ケインが生まれたことに激怒したテイカーが自宅を放火したことにより、ケインの母は死亡し、ケインも全身に大火傷を負わされたことへの復讐を、する、というアングルが組まれ、火けを隠すためのマスクがトレードマークとなった。 1997年10月5日に開催されたバッドブラッドでのジ・アンダーテイカー対ショーオンマイケルズのヘルインア・セルセンでテイカーが勝利する目前でケインが鍵のかかった金網のドアを破壊して乱入しテイカーにツームストーンパイルドライバーを浴びせて敗退させ WWF デビューした その後はケインに火傷を負わせたことに追い目を感じて、反撃しないテイカーをケインが徹底的に追い詰める展開が続くが、テイカーの必死の説得により、一度は和解したかに見えた。しかし、ロイヤル・ランブルのショーン・マイケルズ対アンダーテイカーの、カンオケマッチの WWF 王座戦で、D ・ジェネレーション X の集団攻撃を受けるテイカーを助け出したかに見えたが、その直後に、自らの手で、 テイカーにツームストーンを浴びせて缶オケに閉じ込めて、テイカーを敗退させる。さらにテイカーが閉じ込められた缶オケに、ベアラーが用意したガソリンを撒いて、炎をつける暴挙に出た。しかし、スタッフによって消火されて、缶オケの蓋を開けるとそこに、テイカーの姿はなかった。そして魔力によって、炎を回避して復活した、アンダーテイカーがついに、ケインとの対戦を受諾。 1998年3月29日、レッスルマニアフォーティンデジ・アンダーテイカー体験が実現し、激闘の末に、テイカーの必殺技ツームストーンパイルドライバーを三連発で浴びてついに破れる。インユアハウスにて、史上初のインフェルノマッチで再戦するがここでも破れる。その後も、テイカーらと王座戦線で構想し、同年のキング・オブ・ザ・リングでは、ストーン・コールド・スティーブ・オースチンとの ファーストブラッドマッチに勝利し、WWF ヘビー級ー王座を獲得するも、その翌日の RAW で再び取り返され1日タ殿下に終わっている。しかし、覆面レスラーが、WWF ヘビー級ー王座のベルトを腰に巻いたのは長きにわたる、WWE 史上、彼が初めてであるため、1日とはいえ異業である。ちなみに、世界ヘビー級王座を覆面レスラーで、 初めて獲得したのはレイ・ミステリオであり、WWE で頂点に立ったことのある、覆面レスラーは現時点でも、この二人だけである。王座陥落後は、サマースラムを前後して、ジ・アンダー・テイカーと初めて決託、実質的には、これが後にブラザーズ・オブ・デストラクションと呼ばれる、タックの初登場となる。決託後も、王座戦線に絡み続けるが、その後テイカーと決裂するなど、 主に、テイカーとの構想、共闘を通じて、WWF のトップレスラーに上り詰め、他のトップレスラーたちとも構想を繰り広げていく。また、当初はテイカーに追わされた火傷によって喋ることができないという設定だったが、ケインのマスクにつけられている、拡声器によって小さいながらも不気味な声で喋るようになった。1999年には、X パックによって、 それまで心を持たない破壊マシーンだったケインが人間性を取り戻すという友情ストーリーが展開されフェイスターンし X パックと共に WWF 世界タッグ王座を獲得したがケインの初恋相手トーリを X パックが略奪し裏切るという愛憎劇に発展した2003年2000年にアンダーテイカーが大きくバイカーギミックにチェンジした後も構想と共闘を繰り返し テイカーとのタッグ破壊兄弟では2001年に2度 WWF 世界タッグ王座を獲得、ストーンコールドスティーブ・オースチンとトリプル H のタッグや、WCW&ECW 連合軍と構想した。2002年の WWE のブランド分割後は、RAW 所属となり、ザ・ハリケーンやロブ・バンダムとタッグを結成し王座を獲得している。また、 ハルク・ホーガンとザ・ロックと共にタッグを組んだ際には、試合前にホーガンとロックの決め台詞をモノマネして、気合を入れるなど、コミカルなギャグをかますようにもなっていた。2003年6月に、負けたら、マスクを外すという条件で、トリプル H の世界ヘビー級王座に挑戦するが、エボリューションの乱入で敗れ、試合後も、集団暴行されて、マスクを外されそうになったところを、 タックパートナーのロブ・バンダムに救出されるが、結局自らマスクを外すと、突然、バンダムにチョークスラムを浴びせて、タックを解消するとともにヒールターン。以後、素顔での活動を開始した。その後は、典型的な強人ヒール、怪物ヒールとして、暴虐の限りを尽くし、ジムロスのインタビューを受けると逆上して暴行して、ガソリンを撒いて火をつけたり、説得してきた。 元相棒のロブ・バンダムにも勝利、リンダ・マクマホンにも、ツームストン・パイルドライバーを浴びせ、それに激怒した息子、シェイン・マクマホンとの交想にも勝利した。2003年のサバイバーシリーズでは、シェインとの交想に決着をつけた後、ビンス・マクマホン対、ジ・アンダーテイカーのベリード・アライブマッチに乱入し、ビンスの勝利をアシストした。しかしその後、墓掘り人時代のアンダーテイカーを匂わせる。 怪奇現象に脅かされ始め、2004年のレッスルマニア XX にてテイカーとの試合が決定。当日、ケインの前にアメリカンバッドアスギミックから、再び墓掘り人ギミックとなったテイカーが現れ、ツームストーンで敗北した。その後は、ショーン・マイケルズとの短期構想の後、ディーバのリタとのストーリーが中心に組まれた。リタをめぐってのマット・ハーディーとの構想。 リタとの結婚、妊娠、ジーンスニツキーの攻撃による流産、その後の抗争、という一連のアングルが組まれた。フジテレビの WWE 放送にて、悩める怪物という呼び名がついていたのはこの頃である。2005年に入り、リタがエッジと浮気するストーリーが展開し、ギミック上の結婚を解消、エッジと抗争に入った。エッチとののメインが、マット・ハーディーに移ると、 休暇期間に突入した。同年10月に RAW に復帰。PPV タブーチューズデーにて、ビッグ、ショートタックを組み、巨漢レスラー二人によるダブルチョークスラムがフィニッシュムーブとして世界タック王座を長期にわたって防衛した。2005年のサバイバーシリーズでのスマックダウンとの対抗戦に向けたストーリーでは、ダブルチョークスラムよりマティスタに筋断裂の重傷を負わせている。 2006年4月3日の RAW で世界タック王座から陥落。その後ケインは5月19日という言葉を聞くと状況に構わず逆上して見せるようになり、これをアングル化してビッグ、ショートのタックを解消し、かつてのケインのマスクとコスチュームをつけたニセケインと抗争した。その後は D ジェネレーション X がケインを焚きつけたことで馬がと抗争。 RAW ファミリーリユニオンにおいて、馬鹿との敗者 RAW 追放マッチに敗れ、スマックダウンに移籍した。移籍後は、MVP との抗争を開始し、アンダーテイカーの抗争相手だったミスター・ケネディが、MVP を援護したこともあって、久々に破壊兄弟を再結成して勝利。アルマゲドンでは、インフェルノ戦では、MVP の背中に、炎で火傷を負わせて勝利した。 2007年に入ってからは、グリートカリア ECW のビッグダディ V と交想。同年から2008年にかけては何かと負けの多い、待遇を受けていたが、2008年のレッスルマニア、トゥエンティーーのダークマッチでチャボゲレロの持つ ECW 王座への挑戦権をかけた24人、バトルロイヤルにおいて優勝。本大会のチャボゲレロとの王座戦では、試合開始わずか8秒で、 チョークスラムで春殺し ECW 王座を獲得した。この結果によって ECW へと移籍となった。ジャッジメントデーではチャボ・ゲレロとの再戦で防衛も果たした。2008年6月のドラフトで ECW 王座を保持したまま RAW への移籍が決定する。同年7月に行われたナイト・オブ・チャンピオンズではマーク・ヘンリー ビッグショーを相手にトリプルスレッド形式で ECW 王座の防衛戦に臨んだが、ビッグショーを倒した隙にマーク・ヘンリーにスプラッシュを喰らい、そのままホールされタイトルを失った。タイトルを失った後はヒールターンし、デイ・ミステリオとマスクを巡る構想を展開する。2009年のドラフトでスマックダウンへ移籍する。移籍後しばらくテレビに登場していなかったが6月28日の ザ・バッシュでのグレート、カリとドルフ・ジグラーのノーディー級戦に乱入し、カリを襲撃する。以降カリと抗争を開始する。しかし、カリの負傷後はヒールとの対立が目立ち、ついにテイカーと組んで完全にフェースターンした。素顔時代2010年2月21日のエリミネーションチェンバーでは、ドリュー・マッキンタイアの持つインターコンチネンタル王座に挑むが獲得とはならなかった。 2月26日のスマックダウンでは、マネーインザ・バンクの予選試合でマッキンタイヤに勝利し、マッキンタイヤの無敗記録をストップさせた。2010年5月28日のスマックダウンでアンダーテイカーが眼下低骨折の重傷を負い、長期離脱したことを受けて、ストーリー上では、テイカーが何者かに襲撃されて、植物状態になったとされ、 弟ケインによる犯人探しのストーリーが展開される。ケインはスマックダウン所属レスラーを無差別に襲撃し、フェイタル4ウェイの世界ヘビー級王座戦に出場するジャック・スワガー、ビッグ・ショー、CM ・パンク、レイ・ミステリオの中に犯人がいると決めつけて、出場者全員にチョークスラムを浴びせる。フェイタル4ウェイの当日には背後からの襲撃とはいえ、 たった一人の人間が強大な力を持つテーカーを植物状態にまで追い込めるはずがない。犯人は複数いるはずだとの理由でストレートエッチソサイティのリーダーである CM パンクを犯人と決めつけて襲撃。6月25日のスマックダウンで CM パンクと対戦しストレートエッチソサイティのメンバーを蹴散らして勝利し CM パンクは会場外に逃亡した者の腕に怪我を負わせる。 しかし、7月2日のスマックダウンにて、テイカーが襲撃された当日にストレートエッジソサイティのメンバーであるセリーナが、バーで飲酒しているところに CM パンク含めた他のメンバーがセリーナに激怒している映像をセリーナが、自分の追放を覚悟して、ケインに公開したことで、パンクたちが犯人ではないと納得して、構想は終了。その後は、ジャック・スワガーを犯人と決めつけて襲撃。 スワガーもテイカーが襲撃された当日は、父親と一緒にいたとする写真を公開するが、ケインは納得せず、逃げ遅れたスワガーの父親役にチョークスラムと、ツームストーンを浴びせた。7月18日、マネーインザバンクでスマクダウンの、マネーインザバンク、ラダーマッチで優勝し、世界ヘビー級王座への挑戦権を獲得。同日に行われたレミステリオ対ジャックスワガーの、 世界ヘビー級王座戦でミステリオが勝利した後、スワガーにより、ミステリオが攻撃を受けている中乱入し、スワガーを追い払ったが、直後にケインは王座挑戦権を行使し、ミステリオに勝利、初の世界ヘビー級王座を獲得した。その後は王座挑戦権を獲得したミステリオと抗争。抗争の途中で意識は不明ながらも、 回復の兆しを見せたテイカーが上ごとでミステリオの名を口にしたことから、ケインは、テイカー襲撃犯をミステリオと断定する。8月15日のサマースラムでミステリオに勝利した後、さらに、ツームストーンを3連発で浴びせ、ケイン自らが用意した缶オケに、ミステリオを葬ろうとするが、蓋を開けると、無人のはずの缶オケの中からテイカーが復活。 テイカー襲撃犯がケインであったことが判明する。以後テイカーと交争を繰り広げ、9月19日に、ナイト・オブ・チャンピオンズで、ノー・ホールズ、バード形式の王座戦で勝利。その後、ポール・ベアラーが復活して、テイカーと結託したことで、テイカーの力が復活し、劣勢となるが、10月3日のヘルインア・セルでのヘルインア・セルマッチで、ベアラーがテイカーを裏切って勝利する。 ついには10月24日、ブラッキングライツでのベリードアライブマッチでもネクサスの援護もあり勝利、テーカーを生き埋めにした。テーカーとの抗争終了後は、エッジと抗争。エッジチに父チチポール・ベアラーを誘拐されてしまい翻弄される。11月のサバイバーシリーズでは、ダブルホールにより王座は守ったが、その後のスマックダウンで、エッジが、 ベアラーの口を塞いで車椅子に縛り付けて暴行したり、ケインが追いかけてきたところで、ベアラーに似せたダミー人形を乗せた車椅子を階段から落とす等を何度も繰り返したことで、翻弄され、最後はエッジがフロアの上階でベアラー本人を乗せた車椅子を高い壇上にセットし、またダミー人形だと思い込んで苛立だったケインが段を押し倒したことで、ベアラーは、 下の木座橋に落下して死亡。12月の TLC では、エッジ、レイ・ミステリオ、アルベルト・デルリオとの4位形式での TLC 戦で、エッジに敗北、王座から陥落した。2011年に入ってからは、あまり目立った構想などはなく、ロイヤル・ランブルでは、世界ヘビー級王座には挑戦せずに、ロイヤル・ランブル、マッチに照らすと40番目に登場する。しかし、 レイミステリオに34番目で落とされる。次の p p v エリミネーションチェンバーでの世界ヘビー級王座をかけたチェンバー戦に出場すべく、スマックダウンでの予選試合でチャボゲレロを余裕で倒し、出場権を獲得する。2月20日のエリミネーションチェンバーで4番目に登場し、ビッグショー、ドリュー・マッキンタイヤと次々脱落させていくもレイミステリオを担いだ状態で、 エッジのスペアを暗い4番目に退場となる。3月4日のスマックダウンで、コアに、アンダーテイカーを生き埋めにするのを手伝った代わりにビッグ、ショーを叩きのめす手伝いをしてくれと頼まれる。その日のビッグ、ショーとのシングル戦で途中コアが乱入。彼らの指示通りにビッグショーを椅子でオーダーするも、その後ビッグショーに押されたジャスティン・ガブリエルがケインにぶつかったため、怒って、ガブリエルの背中に椅子を、 フルスイングで叩きつけた。翌週の11日で、ビッグ、ショート再試合するもコアが、またもや乱入、コアのウェイド・バレット&、キース・スレーターとのタック戦を行うことになるが、試合途中でコアに袋叩きに合う。4月19日、ビッグ、ショートの超重量級タックを再結成して、ガブリエルスレーターとの王座戦に挑み、これを制して、WWE タック王座を獲得した。 この時点でほぼフェイスターンしており、コアとの抗争を開始。後にドラフトの影響により、抗争相手はネクサスに切り替わったが、5月に行われたタイトルマッチにてネクサスに敗れて王座陥落。ネクサスとの抗争中は、メイソンライアンの怪力ぶりに狼狽するシーンもたびたび見受けられた。オーバーマスクをつけた入場シーン。 通常試合でのマスク姿2011年7月にマーク・ヘンリーの攻撃を受けて欠場後番組中にたびたびケインが再びマスクを装着することを匂わせる復帰告知が流れた後12月11日のローにてヘンリー・タイジョン・シナ戦に8年ぶりに覆面をかぶって乱入するとシナにチョークスラムを放ち抗争を開始その理由はシナに悪の感情を認めさせるというもので シナの友人ザック・ライラーや彼と行動していたイブ・トーレスをも巻き込みシナを苦しめた。その後2012年1月29日のロイヤル・ランブルと2月19日のエリミネーション・チェンバーにてシナと対戦。後者の救急車戦でシナに敗退後はランリ・オートンとの交想を開始し4月1日のレッスルマニア28にて勝利を収めた。その後は CM パンクの WWE 王座を狙い、さらにダニエル・ブライアンやアージラを巻き込んだ複雑な構想を展開。最終的には、ブライアンと8月のサマースラムで一気打ちで対戦するも丸め込みでカウント3を奪われて敗北した。しかし1週間後の8月27日放送の RAW で GM となったアージの指示によりライバルであったブライアンと共に、 アンガーマネジメントに参加することになってしまう。その流れでタッグを結成することになり、9月10日放送の RAW でタイタス・オニールダレン・ヤング・クミット・タッグ・王座の挑戦権をかけて対戦。試合中に勝手な行動を見せたブライアンに激怒し、チョークスラムで投げ捨てるも、ヤングの上に覆いかぶさる形になったためホール勝ちし、タッグ・王座の挑戦権を獲得。チャンピオンズで、 コフィキングストーンアールトゥルースと対戦するも、試合中に再び仲間割れ。トップロープに登ったところでブライアンと口論になり、突き落とされてしまうが、落ちた先が倒れていたコフィだったためそのままカバーしたと、みなされホール勝ち。結果的にタック王座を取得。その後ファン投票によりタッグ名がケインとブライアンの決めゼリフ、ノーにあやかったチームヘルノーと決定され、 イコーブライアンとのコミカルなやりとりでファンから大きな支持を受け2012年後半から2013年中盤にかけてレッスルマニア含め何度も王座を防衛しているレッスルマニア後はジ・アンダーテイカーをも巻き込んでそれ以前に戦っていたシールドとの交想に戻って戦うが劣勢が続きエクストリームルールズのトルネード式王座戦にて破れ王座を失ったその後は マネーインザバンクのオールスターマネー戦に出る予定であったが、ワイアットファミリーの襲撃を受け不参加となり、サマースラムは、ブレイ・ワイアットと、直接、インフェルノマッチで対決。しかしワイアットの手下の介入により敗れ、そのまま行方不明となった。数ヶ月後、PPV ヘルイがセルにて復帰し、ワイアットファミリーを一掃して、ザミズにチョークスラムを決める。 しかし翌日の RAW でザミズと対戦後、ステファニー・マクマホンを呼び出し、彼女をののしった末に自らマスクを外し渡す。翌週の RAW で、トリプル H 中心の体制側組織オーソリティのメンバーとして、素顔に背広という格好で登場し、運営部長のポジションにつく。オーソリティの一員となってからしばらくは、試合に全く出場していなかったが、 組織と敵対するダニエル・ブライアンらベビーフェイスとの構想が激化し、コーポレートケインとして、ランニングに、超ズボンという格好で試合に参加し始める。しかし、シールドのオーソリティ離脱劇の際、シールドの不満の矛先となり合体パワーボームを見舞われるなど失態が増え、トリプル H からの信頼は徐々に失われていった。2014年のレッスルマニア32で、 ニューエイジ・アウトローズとのトリオでシールドに挑むも敗北。翌日の RAW ではオーソリティー層でのダニエル・ブライアンへの襲撃に参加したがシールドがブライアンの救出に駆けつけこの件をトリプル H はケインの失態であるとして組織の運営部長職からの更迭を決めステファニーより赤い覆面をつけたビッグネットマシーンに戻るよう指示された。 4月21日の RAW にて、ステファニーが w w e 王座の次の挑戦者は、ケインとブライアンに告げると会場が真っ赤に染まり、入場ランプ以外のいずこから赤い覆面をつけた、ケインが現れ、ブライアンを襲撃。最終的に、ステファニーの制止を無視し、ブライアンにツームストンパイルドライバーを3発見舞った。その後も、ブライアンの妻になったブリーベラの試合中に、 リングに穴を開けて、姿を現し、ベラを引きずり込もうとしたり、首を負傷したブライアンを、さらに襲撃するなど、以前のような狂気的な面も見せたが、王座獲得はならなかった。6月の PPV マネー・イン・ザ・バンクのマネー戦に、乱入し、オーソリティが支持するセスロリンズを勝たせ、王座をかけた、はしご戦でも、オーソリティ側のランディ・オートンを援護していたが、オートンまでラダーから落とすシーンもあり、 王座を取らせることはできず、オートンとの不協和音の漂う中迎えた、PPV バトルグラウンドでの王座をかけた4、ウェイ戦では、最終的にオートンの援護をやめ自らベルトへの欲を出した結果、シナの防衛を許した。その後再び覆面を外し、素顔に背広姿のコーポレートケインに戻り、オーソリティ側の人間として番組に登場している。2017年、 テネシー州ノックス軍にて2018年5月に行われる予定の軍長選挙に立候補する意向を表明3月23日に同軍選挙管理委員会に関係書類を提出8月2日に投開票が行われ当選した2018年6月26日スマックダウンライブにてダニエル・ブライアン VS ハーパーの試合中にハーパーのパートナーである ローアンが介入して、反則裁定になるが、なおも攻撃を続ける両者に対して入場口より、登場。協力して、ブラジオンブラザーズを追い払い、ブライアンと抱擁を交わす。GM であるページが現れ、2013年以来となる、チームヘルノーの再結成と同時に7月15日に、開催する、エクストリームルールズ2018で、WE スマックダウンタッグ王座を保持する。 ブラジオンブラザーズとの王座戦を行うことを発表された。7月15日、エクストリームルールズ2018にて、WWE スマックダウンタッグ王座を保持する、ブラジオンブラザーズに挑戦。試合前に襲撃を受けたために、ブライアンが一人で試合に挑むことになり苦戦。中盤に助けに駆けつけるも左足を痛めた状態であり試合を覆すことができず、最後に、ブライアンが、 ローアンのスピンキックからが大義を決められ敗戦した。2019年9月16日、本名のグレン・ジェイコブス軍長として、ほぼ1年ぶりに RAW に出演。軍長の職権で24、7王者の R トゥルースを地元のニーランドスタジアム内部に案内した。随行の警察官がリフェリーの服装になった途端、R トゥルースが逃げ出そうとして、 ゴールポストに激突したところをフォールして24、7王座を奪取。同日 RAW の試合会場に車で着いた、サイ、アールトゥルースに吸収されて24、7王座を奪回された。2021年3月、破壊兄弟の兄である、アンダーテーカーから、WWE 殿堂入りが発表された。ジョークスラム、フロムヘルトプロープからのクローズラインツームストーン。 パイルドライバーフィニッシュホールドその他得意技、世界ヘビー級王座 WWF、WWE SMW アスワハット、ジミーゴールデン。オンラインワールドオブレスリング、2016年5月9日、閲覧。参考文献、週刊プロレス2014年7月30日号ピアニッシモ109、WWE スター・ケイン・ランニング・フォー・メイヤーイン、テネシー。 ホックスニュース2017年3月24日配信赤い処刑マシン経緯が米国の軍長選挙に当選日刊スポーツ h t t p s w w w n i k k a n s p o r t s c o m m b a t t l e n e w s 2 0 1 8 0 8 0 4 0 0 0 1 8 0 h t m l 2 0 1 8年8月5日。閲覧。wwe スマックダウンリザルツ62618 wresl.eview.com2018 t、L e v I、2018年6月26日閲覧 wwe extreme rules results 7-15-18 wresl.eview.com2018 t、L e v I、2018年7月15日閲覧 k a n リ returns to wwe law wins 24-7 championship fight for グ。wrestling www.fightful.com2020 年6月3日閲覧これはケイン自身が自分よりも若手の活躍を望んで王座戦の機会などを譲っているからとされるギミックを変えることなく長期間にわたって人気を維持することは wwe では非常に困難であり稀であるありがとうございます